君が僕らの恋を吹き消したあの瞬間からずっと明かりのつけ方も忘れたまま僕は。それがあれだったんですね。実は関西の学園祭で一回、結構前でしょ、はい、7年8年ぐらい前の、時に、はい、たまたまこう共演する機会があって、はい、それが多分一番初めてのことなんですけど、そうですね、でちゃんと喋ったのはこの間のカウントダウン TV で、はい、楽屋に来ていただいて、はい、その時に喋ったのが多分最初ですね。そうですね、うんうん、はい、僕らはもう本当に駆け出し中の駆け出しだったんで、うん、あれなんですけど、うん、ワッチさんの音楽は僕は結構聴いたりとかして、名前は知ってたんで、その学園祭の時もワッチさんっていう人たちは今日一緒だよっていう話はして、で下駄箱の前ですれ違ったんですけど、すごい優しそうな人だなっていう突然ふわっとした感想になった感じはあります。まあ、そうですね。でも本当にはい、ちょっと僕らその時のにご一緒してたことは、うん、この間岡山でツーマンライブやるまで全然知らなかったんですけど、でもあの時のビートガーデンはちょっと覚えてるというか、みんなでうわイケメンだねっていう話をすごいしてて、僕も本当にビートガーデンは知ってましたし、それこそスタートオーバーとかも本当にたくさんの人の耳に届いていたわけで、僕も見てましたし、そうですね、ただこうやってこう一緒に作品を作るみたいな、そういう縁をいただいてからしっかりビートガーデンのことを聞いたら、もう本当に素敵なかっこよさの中になんかあったかさもあって、なんかそこがすごい素敵なグループだなと思っていて、なんかちゃんとこうお話しするようになってから僕はすごいファンですね、はい、ありがとうございます。もともとファンだったってことも伝えて、で歌詞の、僕は橋口さんの歌詞のファンっていうのがすごくあったので、なんか自分のなんかこう歌詞をずっと一人で書いてきた中で、なんかこの3人ボーカルでいつもこう主語が僕一人っていうのがすごくこう違和感が自分の中で拭いきれない部分があって、誰かにいつか書いてほしいなっていうのがあった中で、橋口さんに書いてほしいっていうのがあって、オファーをさせていただいたっていう、はい、感じでしたね。嬉しかったです。朝方です。同じぐらい朝方です。こんなテンションで YouTube チャンネルの方大丈夫なの？ここから行くんで大丈夫。行くの？ここから大丈夫です。ちゃんとある。あるのね。はい、ちゃんとあります。なんだっけ？何の話だっけ？オファー。すごい嬉しかったんですよ。それでそうやってなんかそのビートガーデンもちろん知ってましたし。なんかそういう歌詞とかもう僕らの曲も知っててくれてて、その上でお願いしたいってことだったんで、でビートガーデンのことを知っていったら、すごいこうなんか僕にどちらかというと近いような歌詞の書き方もすごいされてるグループだったので、これであればなんか自分でもこう力になれるっていうとおこがましいですけど、なんかできることがあるんじゃないかなと思って頑張って取り組みました、はい、僕それこそ最初デモでいただいた時にアコースティック1本で、まあ、歌詞はついてる状態だったんですけど、一人部屋でもうガッツポーズするぐらい、はい、本当にいい曲をいただいたなって最初、はい、思って、でそれこそそのさっきゆうさんが言ってた、ずっとそのゆうさんがメインで歌詞を書いてくださる中で、そのビートガーデンというものをどう描いていくのかっていうのを本当にずっとこうテーマにされてたので、それをこう他の方に描いていただいた時にどういった作品になるんだろうなっていうのは個人的にすごい楽しみだったので、もういただいた時に本当に嬉しかったですね、はい、ありがとうございます、はい、もう今回このご提供のお話をさせていただく前から結構もうずっと提供というかこう、まあ、誰かに書いて見てほしいねっていう話はずっとしてたんですよ。でその中にももちろん橋口さんのお名前も、もうこのタイミングよりもはるか前からあったんで、すごくそれを楽しみにしてましたし、できるまではなんかもうできてから
その歌詞の世界観を、あ、これがビートが歌ったらどうなるんだろうっていうワクワクと、あともう出来上がってる世界観をもうこのまま歌えばいいっていう、誰もが同じ世界観を想像できる曲っていうところが本当にすごいな、これこのシンプルさは難しいだろうなって、あのとてもなんかこう意気込んでたのを覚えてます。確かに今回のあかりっていう曲はよりシチュエーションも限定されてるし、みんなが同じ絵を浮かべられるような曲 でその中でなんか主人公のその気持ちと自分のこう気持ちの共通項を探して多分感情移入するような歌だから、なんかそういう意味では確かになんか今そのまさとくんが言ってくれたようなことっていうのは多分歌う側としてはあったよね絶対。すごいな、嬉しいですね。だからどういう風に届いていくかちょっと僕も楽しみですね、うんうん、いやあのめっちゃいいアルバムで、ありがとうございます。あのめちゃめちゃ良かったですね。あのどの曲も好きだったんですけど、なんか思い入れある曲とかってそれぞれあるんですか。あ、どうですか、まあ、どれもね。そうですね、ただあのあれですね、その僕らもともとエレクトロロックをインディーの頃とか結構英語でバチバチやってったんですけど、はいはい、なんかこのハイアゲインもかっこいいよね、あの頃の感じも出てるんですけど、なんかアルバム全体としてなんかこう自分の僕の立ち位置がちょっとはっきりし、あのこれでいいのかなってずっと迷いながらやっぱいつも曲作ってて、でスタートオーバーっていうものが一個生まれてくれて、なんかあの曲も結構苦しい中ででもそれでも立ち上がっていくとか、あんまりうまくいってない僕だけどそれでもやっていくんだっていう僕で、まあ、世間に、まあ、曲として少し広がりを見せてくれたことで、なんかインディーの頃とかそれまでのシングルとかってなんかいいものを作ってる、自分的にはこれがいいって思って作ってるんですけど、なんか思ったように認知してもらえなかったり、なんか思ったように届いてくれなかったりっていうのがずっとあって、このベルはなんか初めて自分の中で結構僕の温度が夢とかテーマは違うんですけど、なんか立ち位置的にちょっとまあうまくいかないけど頑張りたいっていう自分っていうポジショニングを結構見つけれたアルバムだったんで、なんかすごくそこで迷うことなく書けたのが嬉しかったアルバムなんですよ。なんか橋口さんに楽曲提供をフルでちゃんとしていただいた、こういうポップスでっていうのが初めてだったんで、思い描いてた僕とそんなにこう全然大きく外れなく、乖離してなかった、はい、それで、あ、よかったと思って、今の流れの中で俺が書いた曲がめっちゃ乖離してたらすごい嫌だよ、ね、すごくそれがボーンって言っちゃったらめちゃめちゃ傷ついたと思うんですけど、でもなんかそこでも橋口さん書いてくださって、自分が歌うことに違和感なく、3人がそれが同じテンションでちゃんとできたっていうことが、あ、じゃあこのビートガーデンの僕で大丈夫なのかなって思うことができたアルバムでしたね。はい、今回まあ、ずっと聴いていた町さんの橋口さんに書いていただいた「あかり」という曲ですけど、まあ、その誕生日に、まあ、その大切な人、今はもうすぐにこうおめでとうって送れない大切な人にこう思い浮かべながら、一人で部屋にいる男の子の歌なんですけど、なんか僕はその誕生日のそのシーンだけじゃなくて、なんか例えばもうなんだろうな、もう亡くなってしまって届ける人のできないっていう明かりとか、なんかそういう意味でも僕は自分自身に伝わった部分があったので、なんか誕生日ってすごくハッピーなイメージがありますけど、そうじゃない誕生日っていうのもきっとたくさんあると思うし、なんかそんな人にこそ寄り添ってあげられる楽曲を書いてくださったので、僕らもそういった思いで歌を歌わせていただいたので、なんかちょっと寂しかったり苦しかったりする誕生日っていうその瞬間がもしもあったなら、ぜひ明かりを聞いてもらえたら嬉しいなと思います、はい、いやもう本当に素敵な、もうこれにつきますいや本当にでも3人の歌声を思い描きながら、
で3人が作り出してきたあの歌の世界観っていうのにもしっかりこうより添える形で歌の世界を作れたと思っているので、ぜひともたくさんの人に聞いてほしいなと思いますし、なんか東京の光の中でもう離れ離れになってしまった女の子がどこかで幸せに暮らしてるのかなって思うことの切なさみたいなところ、うん、もうなんかこの3人だからこそ作れる、世界観とか、うん、浮かばせてもらえる絵みたいなものが多分きっとあると思うので、なんかぜひそこを楽しんで聞いてほしいなというふうに思います。